はいどうも、おばんです。ズケです。ってことでね、最近乃木坂46、1期生だいぶ卒業してしまい、今13人しか、もうすでにいません。っていうことで、次のね、卒業する1期生は、江藤美沙さんが3月末に卒業するっていうことで、まあ他のメンバーもね、年齢的にも卒業を考えてるメンバーが多いんじゃないかということで、次、江藤美沙の次に卒業するメンバー誰かということをね、まあ漬けが独自の見解、独自のリサーチで考えてみましたので、まあ、ぜひぜひ気になる方は、まあ予想の一つとして、お聞きください。乃木坂好きになったのが1期生のおかげっていうとこがあるので、誰が好き誰が嫌いっていうのがこう大きく前後することはないので、まあそういう意見もあるよなとか、いやこっちはこう思うなっていうのをコメント欄でぜひぜひお願いします。はい、ってことで、年齢的に年度で全部考えてます。今年27になる年度の白石麻衣、松村沙友理、こちらも年長組ということで、結構いろんなメディアで、まあ雑誌とか、あとはインタビュー、噂などで、まあ卒業を考えているんじゃないか。まあまあ年齢的にも時も考えていると思います。けど、白石麻衣に関しては、レイカなんかの雑誌インタビューで、乃木坂46を卒業するときが芸能界引退する。まあ、ナナミンみたいな感じですね。ナナミンも乃木坂卒業と同時に芸能界は完全引退みたいな感じで引退するという宣言をしていたという記事がありまして、それを考えると2019年の次っていうわけではないと思うんですよ。もしかしたら2019年の末に、まあ、西野七瀬と同格、まあ、ダブルセンターとか顔とか言われる実力があった西野七瀬の次にこうポンポンっていうのは、乃木坂の運営的に大変なんじゃないかなと思って、白石麻衣次はないかなと。2019年内はもしかしたらある可能性がかなり高いと思うんですけど、それはないかなっていうのがあります。で、松村沙友理さんに関しましても、他の仕事、モデルだったり、まあ、トークイベントだったりって結構他の仕事、グラビアとかモデルとかもしてたので、そういう関係の仕事で次が大きい、次の段階に行っても何かあるっていう状態で多く考えられるんですけど、まあ軍団もこうプッシュしていろんな TikTok とかをね、サユリンゴ軍団で出していて、今すぐ次、まあ、それの後釜、まあ潰して後釜っていうのがまだ未練というか思い入れというかがあるのかなと思うので、まだなさそうです。なさそうな気がしています。26歳代の人たち、斎藤由里、秋元真夏、高山一実、はい、ってことで、この26歳代の3人なんですけど、高山一実さんに関しましては2月の末に写真集、セカンド写真集を出したばかりということで、写真集を出したばかりで卒業が次だから、まあおそらく3月末に卒業なんで、次卒業があるとすれば5月末もしくは6月頭ぐらいだと思うんですよ。2ヶ月スパンぐらいで、2018年がだいたい2ヶ月スパン周期ぐらいで卒業発表がありまして、それを考えると2月の末に出して 2,3,4 月の末に卒業っていうことは考えにくいのかなと思います。あとは斎藤由里さんがなんか怪しいかなと思ってるうちの一人で、結構アンダーの機会が多く、最近前々回の自己中と前回のシングルで3列目に戻ってきているので、斎藤由里復活なのかっていうね、やっぱり選抜とアンダーでこう格差がかなりあるみたいなので、活動のね幅があるみたいなので、それとラジオパーソナリティもやっているので、なんか微妙かなっていうのが正直あります。で、次ですね、秋元真夏さん、26歳で秋元真夏さんなんですけど、まあ正直ね、推しメンなんでちょっとまだ離れてほしくないなっていう気持ちがやっぱりあります。それと過去の乃木ビンゴとか工事中とかで長くいそうなメンバーっていうのに、秋元真夏の名前がかなり上がってくる、まあ、AKB さんでもフル株のメンバー、ゆきりんとか柏木由紀さんとかがフル株のメンバーで、そういうポジションになるんじゃないかなっていう気持ちもあるし、なってほしいなっていう気持ちもあります。で、次の仕事ってなったら次のステップが何するか分かんないんですよ。バラエティーでこの乃木坂46の秋元真夏って出るんだったら、アイドルとしては面白いのかもしれないですけど、タレントとしてなんかトークが面白いのかなって思うと、なんか生きていけるのかなっていう不安がかなりあるので、違うかなと思って、まだ何か次のステップが見つからない、漬けの中で見つからないので、まだかなと思ってます。で、次25歳代、桜井玲香、
中田香菜、井上さゆりの3人なんですけど、桜井玲香さんに関しては次のキャプテンがわからないし、まだ25歳、まあアイドルとしては、まあ、境界線の年齢と言われる年齢なんですけど、まだ次の、もしもう本当に次のキャプテン誰になるって言ったら分かんなくないですか。桜井玲香だからキャプテンっていう、まあ、印象の問題なのかもしれないですけど、なさそうだなと思ってます。中田香菜さんも結構アンダーが長く、3作前からずっとアンダーで、アンダー歴が長いとやっぱりくすぶってるっていう印象が漬けの中でどうしてもあって、だけど舞台があったりだとかするけど、その舞台っていうののつながりが次のステップ、まあ、女優とか舞台俳優とかっていう道に進もうっていう気持ちになってしまうのかなと思うと、中田香菜さん結構怪しいです、まあ年齢的にも。で、井上さゆりさんはこの前ラジラーのパーソナリティを降りたんですけど、乃木坂を卒業するわけじゃないので、そこは勘違いしないでくださいっていう文言がありましたんで、次はないかなと思ってます。で、23歳の生田絵梨花さん、これはないです。22日のバスラ行ってきたんですけど、もう生田会です。西野七瀬のファンを生田さんにつけようっていうぐらいの演出構成がありましたので、2019年時空のメンバーになっていくのかなと思います。3作前からずっと1列目フロントメンバーなので、まあないのかなと。もしフロントメンバーで卒業するって言ったら白石麻衣の方がでかいので、生田絵梨花を2019年は軸で使っていくんじゃないかなと思ってるので、次はないと思います。で、次22歳代樋口日奈、星野美奈美、この2人は若いんですけど、そう、樋口さんに関してましてはこちらもアンダー歴が長い、でそしたらくすぶってるっていう印象がある。しかし、まあ、どうしても舞台をしっかりやっている女優さんっていう印象があったりだとか、乃木ビンゴでも女優としてのを考えるっていう企画で斉藤飛鳥さんを起用した、まあ、企画みたいなのをやってたりだとか、まあ、演じる演者としてのスキル仕事を選んでいるのかな、選んでいるとかやらせていただいているのかなと思うと、まあ、次のステップがあるという意味で、まあ、樋口日奈さん怪しいかなと思ってます。あと最後の代、21歳代の和田真彩、斉藤飛鳥、まあ言うこともなく斉藤飛鳥はないです。多分もう本当に生田絵梨花、斉藤飛鳥で次世代の1期生エースとして、まあ次世代というか、まあ、年齢的な話で次世代という言葉を使いますけど、それです。もうだからもう軸として使っていく、もし卒業発表があるのなら白石麻衣の後にドンとでかく打ち上げるんじゃないかなと思ってるので、今年はないのかなと思ってます。2019年としてはないのかなと思ってます。あと和田真彩さんに関しましては、まあずっとアンダーメンバー、もう本当にずっとアンダーメンバーって言ってもいいぐらい選抜が1回だけなので、どうしてもやっぱりね、こう本当にアンダーイコールくすぶってるっていうイメージが、まあアンダーでやりがいがあってとか、アンダーのライブがあってっていうのがあるので、まあなんとも言えないかもしれないですけど、まあ外見としては何か次動き出さなきゃいけないなっていうのも考えとかなきゃいけないのかなって思ってしまうんですよ。けどまあ21歳、若いけど、まあ歴としてはもう7年やってる、もう10年、25になっても11年かな。なので、まあ、怪しいではありますけど、乃木坂でもっと力をつけてから次のステップなのかなと思うと、なさそうかなと思ってます。はい、ってことで今一通り1期生全員の、まあ、感想じゃないですけど、まあ、予想を言いましたけど、この中で次来るなと思っているのは、まあ、中田香菜、樋口日奈のどちらかっていう印象がありまして、まあ、舞台が最近あった樋口日奈、若いですし、まだ年齢的にもっていうところの考慮のみで、まあ、次は中田香菜さんが5月の後半、6月ぐらいに卒業発表するんじゃないかなという予想です。まあいろいろ皆さん賛否両論あるかと思いますが、皆さんのご意見もお聞かせください。ということで、次の卒業予想でした。